京成電鉄の車両研修施設としては、総合車両基地、高砂車庫、津田沼車庫がある。この他に、青戸、東中山、京成津田沼、千葉中央、京成大和田、京成薄水、大森台、学園前の各駅に引き上げ線がある。また京成船橋駅には、補線区がある。総合車両基地総合は、重要部検査及び全般検査を行う総合、工場と、 状態、機能検査と列車検査を行う、検索の2つの組織で構成されている。相互工場は、検査職場、偽装職場、代車職場、電気職場の4部門から構成されている。検査車両の清掃や、検査機器の一部は、形成車両工業など、協力会社に委託している。検索は、列車の出入庫と列車検査、営業線対応を行う。 資料検査、職場、状態、機能検査を行う、下手検査、職場、臨時業務に対応する、図用サム職場の3部門から構成されている。検索は、総合社庫内に仕業検査職場、下手検査職場、図用サム職場を有し、高砂、津田沼社庫では、仕業検査職場を有している。かつては、高砂社庫、津田沼社庫を鑑賞する高砂検索と、 相互検築が分かれていたが、2017年4月1日付で、組織統合され、組織上は一つの検築となっている。北総鉄道、舞浜リゾートラインの車両の検査もここで行っている。夜間は、自社車両の他に、都営地下鉄浅草線の5300系、5500系一本が留置される。また、旧型車両も展示されている。 京成電鉄の車両は全車両総合車両基地の所属。高砂五車庫高砂5は都心に近い拠点として、車両の留置と列車検査を主体としている。金町線の4両編成車はここを拠点としている。留置能力は約192両で、夜間は自社車両のほか、京急の車両1本が留置される。年より年まで、 敷地内の一部に東京都交通局高砂研修場が置かれていたが、その境界は防火壁で厳密に分けられていた。この車庫があることで、隣接する京成高砂駅の高架化工事計画が難航し、深刻な開かずの踏切問題が発生している。現在は主に千葉線に運用される通勤車が留置される。留置能力は44両。 原則として8両編成は入庫しない。以前は、京成津田沼駅に隣接して第1工場を、新津田沼駅裏に、第2工場を、それぞれ構えていた。このため、新京成線の京成津田沼新津田沼間は、京成第2工場の構内側線扱いであった。ABCDEFGHIJKLMN 大日本鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマヒーナリー2017年9月号企画記事、公民鉄各社から、総合車両基地の概要ピアニッシも、4から7日本鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマヒーナリー2017年9月号企画記事、公民鉄各社から、総合車両基地の概要ピアニッシも、6、主な研修設備、 ハット AB 日本鉄道車両機械技術協会ローリングストックマヒーナリー2017年9月号企画記事公民鉄各社から総合車両基地の海洋ピアニッシも6から7成田スカイアクセス線関係ハット ABCDEF 日本鉄道車両機械技術協会ローリングストックマヒーナリー2017年9月号企画記事公民鉄各社から 総合車両基地の概要ピアニッシモも4から5、総合車両基地の遠隔詳細は、京成高佐合駅の記事を参照されたい。日本鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマヒーナリー2017年9月号企画記事、公民鉄各社から、総合車両基地の概要ピアニッシモも4から7、鉄道本部車両部計画課、岡田スバルダイ。ありがとうございます。